はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田良治でございます。これい JP 様、お手紙いただきました。ありがとうございます。ペリズマイ様、ペリツマ様、ご支援ありがとうございました。ご夫婦で別々にくださるという、誠に恐縮、極まりない、何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。東京地区支部長大募集。応募は動画説明欄のもっと見るをクリックしていただくか、私のツイッターからよろしくお願いいたします。早速何件か応募くださって、昨日から始めたんですけれども、誠にありがとうございます。なるべく早く お返事しますんで、よろしくお願いします。例のですね、2ちゃんに、私のこと殺す殺すと、2回も書き込んだやつもですね、被害届、今日正式に書面で所轄に被害届出してまいりました。出頭してね、でもすでにですね、捜査始まっててかなりのとこまで進んでるみたいであります。ああいう卑怯卑劣なやつはですね、早いとこ捕まってほしいもんだなと思っております。ロシア軍部発表、ウクライナ11の空港と74の地上施設を破壊した。ウクライナ軍大臣発表、首都キエフがミサイル攻撃されていると。ネットの反応です。もう首都早すぎる、ウクライナ無力すぎる、マジでウクライナ陥落の可能性が、制空権取られてるような、ウクライナもう何もできなくねえか、ウクライナは早々にゲリラ戦に移行するつもりじゃないかな。次は台湾、尖閣、沖縄と続く。憲法9条は早急に破棄しなければならない。これでも9条信者は会見したくないんだろう。ロシアの侵略でですね、ネットでは、ツイッターとか掲示板では9条批判噴出しております。で、炎上しております。9条教団がですね、バカな反論ぶちかまして、事態はますます悪化中であります。まあこんな連中ですよね。C 和夫、仮にプーチンのようなリーダーが選ばれても他国への侵略ができないようにするための条項が憲法9条なんですと投稿してですね、それは主語は日本だってことですよね。それね、ネットの反応です。何言ってるかわからない、逆の心配してるんだから、攻める方の話してないよ。日本の安全ではなく侵略側の安全な、侵略されるかもっていう視点が抜けてるよ。発言がずれすぎてて理解するまで時間がかかった。なんで日本が侵略する前提なんだよと、批判号々であります。C カバオのこの発言はですね、9条は我が国を縛るもので侵略側には何も影響がないと、バラしているもので割と画期的だと思います。共産党はじめですね、9条教徒どもは9条があるので他国から攻められないと主張してました。今まで、C 和夫がそれを全部ひっくり返しました。この投稿ですね、不破鉄造の許可得てるのかな。9条パワーで侵略されないっていう嘘は不破鉄造の方針だと思ってたんですよね。さらに共産党系の全労連、もしロシアに9条と同じようなものがあり、それがしっかり機能していればロシアはウクライナに侵攻できなかったでしょう。憲法は国民が政府が勝手な行動しないように縛るもの、9条は自国の政府が戦争を始めないように縛るものです。つまり対象が日本なんですよね。ロシアに9条があればなんて仮定の話してますけれども、C 和夫よりはっきりと自国を縛るものである9条はと断言しちゃってますね、これね。これ全労連と C 和夫も言ってんだから共産党の総意なんだろうね。そうだとすれば不破鉄造が方針変えたのかなって思いますけれども、ネットの反応です。バーカ。気違いと思うね。何のんきなこと抜かしてんの。
つまり九条は邪魔ってことだな。こっちが頭おかしくなりそうだわ。つまり侵略する方には無力ってこったな。侵略する側の善意に期待するのかよバーカ。でどうやってロシアに九条を採用させんの。まあまあ、侵略側には何の影響もねえわ。ただただ日本が他を侵略しねえようにってだけでね。九条教団、日本を縛る手枷足枷であるってばらしましたね。今までは九条のおかげで侵略されないとか言ってたのにね。末端までこの方針変更が行き渡るまで時間かかりますんで、九条があれば侵略されない言ってる列島信者、情報の行き渡りが遅い末端の信者がいたらですね、シーカズはそう言ってないけど、反論しましょうか。ウクライナには気の毒だけど、九条破棄と核武装議論が燃えているのは帝国にとってはいいことですよ。ポイント絞ってね、日本改革党の基本方針をチラシにしました。ツイッターの方で公開いたしました。最初に九条破棄を盛り込みました。参院選で公約として訴える予定です。手伝ってくれる支部長も大募集。アメリカ政府、 NATO が相次いでウクライナに軍を派遣しないと発表しておりました。 NATO 加盟国でないウクライナはまあ所詮部外者で、早々に見捨てられたようなもんですね。それに対して小野寺さん、小野寺逸典元防衛大臣が、取材に答えて、こんなこと言ってました。ウクライナは NATO でない、なので守らない。これは台湾も同じ。米国は台湾に武器は供与するが同盟はしていない。日米同盟のように守るとまでは言ってない。台湾は結局見捨てられるのではないかと不安になり、中国に突こうかという勢力も出てくる。これ台湾国内の話ですね。この問題は必ず日本に影響する。基本的に自国は自国で守るという気概なければウクライナと同じことになってしまう。これ日本だけの影響で済まないですよね。済まない。全世界的に21世紀にこんななんだって驚きましたから、ロシアの侵略はね。ネットの話、やはり自衛の手段は必要。九条によって守られているのは外国。ブダペスト覚書でウクライナは核を放棄する代わりに絶対安全を約束したが見捨てた。欧米が見捨てた。ウクライナを見てイランも北朝鮮も核配備を決してやめない。核手放した方が負けだと。ウクライナは核手放してますから、28年前ウクライナに配備されてたソ連の核兵器をですね、欧米の説得でロシアに返したんですよ。ウクライナは持ってでも金かかるしな、そういう理由もあったかもしれないですけど、欧米がね、ウクライナの安全は守りますから説得してね、でこの始末、軍は派遣しない。この事実から導き出されるですね、絶対的な真理は他国は当てにならない、国家に友人はいない、天は自ら助く者を助くということですね。他人に生命財産の安全保障を任しちゃったんではダメだっちゅうことだね。核なきウクライナの惨状を見て、今後各国の核保有への動きが活発しますね。これは革新的、相互不信の戦国時代が到来します。ロシアは地獄の釜の蓋を上げたかもしれないですね。当然帝国も核武装せよっていう声が上がります。現にネットではやっぱり核武装しないとあかんよな、ロシアは核を持ってるからやりたい放題だよな、ウクライナは核手放したから
やられたい放題だよな。というのが燃え上がっております。これに対して24日、岸田バカ総理、水を差しておりました。非核三原則は我が国の国是と認識している。核兵器を使用、保有する選択肢はなーい。断言しちゃってますよ。ネットの反応です。お花畑かよ。選択肢は残しとくよ。バカかこいつ、今それを明言してどうする。戦争始まってんねんで、バカ。ウクライナ見て学べよ。マヌケ国家日本、ここにあり。これはどう見ても亡国。米軍が日本から撤退しますとかなったらどうすんの。さすがにお花畑すぎてやばーい。無能とはこいつのためにあるような言葉。無難な答えだと思ってるんだろうが、時代が違うわ。なんでこの情勢で断言すんのかな。バカですから。まあバカなんですけどね、岸田はね。なんでいつものようにですね、あらゆる選択肢を検討しとか言えないんだ。なんでこれに関しては選択肢にないとか断言しちゃうんだったら、もうこのバカじゃダメだから早く高橋さんに代われって話ですよね。こんなバカはですね、何十年も議員やってんだから絶望しちゃうね。そんなね、検討しますとか調整しますとか、時が来たら判断しますとか、あらゆる総合的に勘案しない、言ってれば務まんのかっていう話。自民党の国会議員はこんなバカはな、日米同盟あってもですね、米国が日本を助ける絶対保障なんかないですよ。ないでしょ。欧米が守るから核放棄してっつって分かったっつったのをこうやって見捨ててんだもんね。ウクライナ見捨てるぐらいだもん。何とでもどこも助けてくれない前提でね、いよいよ自衛に本腰入れないといけないんじゃないの。幸い世論は核武装だよなという風になってますけど、総理自らそれに冷や水浴びせてどうすんのかな。こんなバカで大丈夫かな日本。順番的にはとりあえずですね、9条破棄に反対するですね、スパイどもを消すためスパイ防止法が必要ですかね。いきなり9条なくせつってもなかなか厳しいんで、今回のウクライナ放棄でアメリカの信用だだ下がりですよ。番長当てにならん、治安は守られないってことで、各国競ってね、軍拡競争が始まると思います私。ちょびひげが国家は弱さを許さないつってましたけれども、その通りですね。もしウクライナに非があるとしたらば、弱すぎる、弱すぎたってことなんだろうなって思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。